やもうとても最高でした、オーディエンスの反応はですね、そうですね、オーディエンスっていうとまあ距離またあるんですけど、お客さんとても楽しんでいただけたみたいで盛り上がってよかったです。ありがとうございます。結構皆さん、まああのネクストビートでスムーズにDJ ができるっていうのをアピールするのが一番だったかなと、あの DJ 出身の私は思うんですが、いろいろプロダクトに興味を持ってくれる人だったり、まあ音楽だったり、いろんなお客さんがいたんですごい楽しかったです。ノーミルクさんとこう一緒に入ってくるところで、例えばループ機能を使ってその間に彼がもう一台のネクストビートで入ってきたり、その上にいろいろアカペラを重ねたりっていうようなことをしたんですけれども、実際ではウィンターミュージックカンファレンスのビデオに収録されているような形で、こう DJ とサンプラー機能っていうのをこう交互に使うような形でプレイしました。実際ですね、いろんな機能だったり機材とこう並行して使えるっていうことを多少アピールできればなと思ったんで、 CDJ とネクストビートでこう一緒に使ったりして、サウンドクオリティをちょっと実際の機材、いろんな使われている機材同士でまあ問題なく、EQ が DJ ミキサー自体についているので、その辺を調整すれば全く問題なくできると思います。実際に僕が使ってた音源っていうのも、ネクストビートの中に入ってる音源自体でかなりボリュームだったり、サウンドクオリティのばらつきがあるので、ピッチコントロールもかなり自分自身慣れてきましたし、相当いい感じでやらせていただきました。あれはやっぱお客さんが盛り上がってくれた時にこっちから返したいじゃないですか、何かを。そういった時にあれが出てくる、そして EQ が表で切れる、さらにEQ をお客さんに触ってもらうことができるんで、あんな機材はもう今までないですよね。あれはもう本当最高の武器になります。 DJ はやっぱりループ機能がかなり使いやすいので、実際にブレイクダウンの部分をこうループさせて、いろいろ細かくループのタイミングをずらしたりして、自分自身のこう思うような雰囲気に曲自体を再構築できるっていうのもすごいいいと思うんですけれども、まず僕自身はDJ としてターンテーブルだったりこう CDJ を使ってきた中で、ネクストビートのサウンドクオリティっていうのをもう一押ししたいですね。ネクストビートのサウンドクオリティっていうのがもう他の機材に合わせてもバッチリ使えるので、その辺新しくこれから DJ 始める方はネクストビート1台で OK なんていう感じで言ってもらえればと思います。僕はハウスをかけてる DJ なんですけれども、ハウスをプレイしてるのは僕の後にやってるノーミルクさんなんですが、その前にやってらっしゃる方はこうブレイクビーツだったりとか、まあ、スカイフィッシュさんですよね。その前はトラックスボーイズさんやミスさんがこうテクノをかけてたと思うんですけど、まあ、はっきり言って全てのジャンルの音楽に対応できるクオリティとあと技術だと思うんですね。で実際にどのジャンルでも慣れて使えるようになれば普通にミックスできると思うので、ぜひいろんな方に使っていただいて、実際に箱にもうネクストビートが置いてあるようになったら、本当コンパクトフラッシュメモリーを持っていくだけでいいんですよね。そうですね、実際CD なんかだとまあ焼き直したり PC に取り込んであるものであればまあいろいろコピーしたりはできるんですけど、それでもまあだいたい一つのパーティーで200枚ぐらい CD 持っていくことになるんですね。でレコードだったりするとまあ60枚持っていくとしたら相当でかいバッグになるんですよ。それがもうこれだけで済むっていうのは相当助かるんで、例えば CDJ やレコードを持っていくような DJ でも、もしネクストビートがクラブに置いてあれば持っていく量を減らせると思うんで、そうなるとやっぱり何が一番いいかっていうとレコードなんかだと安全なんですよね。で海外に DJ に行くっていう時だったりするとレコードがまあフライトでこうチェックインしなきゃいけないっていう時になったら、まあ実際これだけで済めば自分の荷物がなくなるっていうリスクも避けられるんで、本当おすすめですね。サウンドクオリティってのは問題ないと思います。で CD やレコードと合わせてネクストビートを使った時なんですけど、本当中間ぐらいの音質なんですよね。で低音がすごいまろやかにしっかり出てて、ハイもそこそこクリアにきっちり出せるんで、その辺はあとはもう EQ を DJ ミキサーで操作できればクオリティとしてはもう本当に全く問題なく使えると思います。だいたいどこでも使えるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、特別どこかっていうよりはオールマイティな機材だと思います。ほぼ、毎月かたまに隔月でソリッド東京というイベントをラファブリック渋谷でやっております。でそれ以外には、ホットハウス東京という形でインターネットラジオを、全世界に向けて発信しています。詳しくは、www.soliddotokyo.com か www.hothousetokyo.com をご覧になってください。今日はどうもありがとうございました。
DJ 甲斐石川でした。